皆様こんにちは。こんにちは。ゼウスチャレンジノーコンでございます。先日の動画で全能神、全能神っていつも全能神、ゼウス降臨ですね、こちらに、クーフリンパで挑んだんですよ。で無事勝つことができましてですね、多くの皆様から、うおーすげえ、久しぶりだなーっていただいたんですけど、そんなコメントの中に、ブリでいけや、ありましたねコメント、ちょっと行ってみたいと思います。行くんですね。行ってみたいと思います。おーすげえ。っていうのはフレンドにブリの297がいて、おーすげえ、以前多分ブリで募集したことって何回かあるんですけれども、親友枠の方なんですが、わざわざそのブリを出してくれてって、私が半年以上ブリ使わなくてもその人がブリを出してくれてるっていうのはじわじわくるなって。いきます。はい、しかもね、ブリ出してくれてる方ちょっと複数人いらっしゃるんですけれども、すいません今回は一番プラスの多い人、はい、こちらでございます。なかなか見ない光景ですね。ですよ。水、光、3倍、体力タイプの HP が上昇でございます。あら、強いですね。体力、はい、お体力、はい、体力、体力、おー、なるほど。297は実質フレンドのみ、はい、ただ私のバギーさんもちょっとついてますけど、そうですね、強いですね。これでいきます、はい、おー、今のところどうですか、勝てると思いますか。勝ってるんじゃないですか。いや、分かんないです。ただブリがやっぱオロチを従えてるところがすごいですよね。ハラミンさんは勝てると、はい、はい、勝てると思います。早速水ないですけど、お、あ、来ちゃった。すげえ。来なくてよかったのに。スキル貯めたかったんだよね、来なくてよかった。落ち込んいらなかった。オロチまで貯めたい感じですか。オーロチー、オーロチー、あと10ターンなんですよ。きついっしょ。ノリノリですね、今日。10ターンきつくないっすか。10ターンきついですけど、貯めた方がいいんじゃないですか、でも。いや、貯めないと死にますね。ですよね。全体攻撃をしない。はい。55、あ、でも見てくださいね。はいはい。HP 47,000 あります。あ、そうだ、体力タイプの HP 上がってるから。ただ、回復力が絶望的です。そうですね。食らっちゃうとやばいっすね、このパーティー。現状復帰するのだいぶしんどいです、はい、ですね。回復力やばいんだろうな。あ、もったいな。あらまあとはいえな、食らいましょう。はい、2発食らいましょう。うそー、もったいない、もったいない。うそー、マジやっちゃった。余裕っす。2万くらい、どんぐらい回復するんだろう。おお、すげえ水降ってきた。7コンボで4選手回復しないですね。あと見ました、なんすか、攻撃力。はい、見てないですよね。見て、今回復をずっと見てました。ブリたまるかな。ブリじゃねえや、オロチたまるな。よしよし、いい感じだ、うん、いい感じだ。でもオロチもバギーもいて強いですよと思うでしょ。はい、思います。そんなことないんですか。いや、そんなことあると思います。ありますよね、強いですよね。お、どうしようかな。もう全員溜まったから行くべきだよな。溜め切りましたね。よし、行こう。よしよしよし、突破だ。よしよしよし、ここまでね、順調でございます、はい、順調です。あ、バギー使っとくか。あー、なるほど。6ターン、まだいいか、取っとこうか。じゃあここからちょっとバギーの強さじゃないや、はい、このパーチのちょっと強さを、火力を、はい、こんなもんで、はい、最低限、はい、水は4つ消ししましたよ、うん、オロチさんがそれ系なんで、はい、オロチ16万、強い。さすがブリ5万。ブリ5万だったか。ブリ5万か。やっぱウェイを4つ持ってると違うんですね。ここ来るぞ。ここピンチだぞ。早速ピンチですよ。ブリ5万か。なんとしてでもね、ここで水の44を決めたい、はい、そうですね。火が出てきちゃうか。木邪魔だなですね。水の44をどうやって決めるかだな。なかなかちょっと難しいね。そうですね。
いや、行きましょう。はい、参ります。お願いします。おー、うまい。これで、あー、うまい。ありがとうございます、ありがとうございます。うまい。これで倒せたら大したもんですよ。さあ、どうなんだろう。これで倒せたら大…こっちから、あ、やめた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 。お、結構いった。あ、意外といくじゃん。オルチ42万でしょ、ちゃんと。マジ、はい、オルチパーティーだな、これ。オルチパーティーですね、そうですね、まさにただのオルチパーティー。はい、ハート全消し、はい、さあ、はい、ここでこれ強敵マーク出てませんでしたよね。あの、4万あるんで。あ、そっかそっか。普通に殴りますか。はい、ターゲットこっちで殴りましょう。はい、待てよ、これボス戦手前だよな。うん、バギー使うか。そうっすね。いや、使わない。はい、使いません。はい、水は三々ですかね、それともオロチ一択ですかね。いや、オロチ一択じゃないですか、ね、オロチ一択。他の全員をもうガン無視するほどの、はい、オロチ一択。オロチ一択じゃないですか。マジか、はい、行きましょう。お願いします。うん、木が邪魔だったんで一掃しました。はい、さあ、さあ、一体は倒してくれよ。おお、やっぱオロチ一択でしたね。むしろ、はい、むしろ強いですね、オロチ。オロチ強い。あと1か。さあ、ここですよ。はい、今回のゲーム、オロチのゲームといったら過言ではありませんが、オロチゲーですね。このゼウスさん、確か1万いくらですよね。はい、うん、ダメージが、ダメージが、うんうん、バギー使って耐えて、うん、HP がやばくなってきたら、はい、オロチ使って威嚇してって感じですかね。なるほど。この人ファー使ってこないですからね。そうですね。フンバルニア発動。はい、ちなみに闇が水で木が回復、うん、お、いいじゃん、使うべきだな。はい、キトキトを発動して攻撃しましょう。はい、キトキトエンハンスは使うべきかな。てか、私これ結構負けんじゃねえかって思ってたんだけど、勝ちそうっすね。え、勝ってるね。もう勝ちそうな雰囲気出てますよ、ね。はい、そうですね、勝ちそうな雰囲気出てます。ブリ強えな。強いっすね。てか、オロチ、オロチが強いオロチが強い、オロチが強いのか。オロチ強いな。4、はい、4、2、エンハまだ使わない、はいはい、いや、ハートこんだけたくさんあるから次のターンでジークフリット使いましょうか。そうですね、うん、そしたらエンハ使っちゃうか。お、2ターン持つから。あ、なるほど。ルーンエンハンス、はい、水、うん、火、水、発動。水がついたのが強いですよね。強いよね。いきまーす、はい、うん。さあ、うん、オッケー、次色ある。さあ、どんくらい。ああ、強い、あれ強い。しかも1万2000、弱。あれ、ちょっと全然弱。ブリ強え、ブリ強え。嘘だろあれ、攻撃耐性水、はい、え、嘘、ブリ強い、強いですね、これ4、はい、え、なんすか。いや、444いけます、見たいなと思っちゃいました。数的にはいけますよね。数的にはいけますね。ですよね。444の時のオロチを見たいなと思っちゃいました。あー、それオロチだけでワンパンしそうですね。エンハンス入ってるし。そうですよね。ただこれね、操作時間確かね、はい、あんまりない。1本なんですね。あら、なるほど。そこがかなりきついんですけど、はい、火花、あそこ、うん、どこでどう組めば444できるかな。つながっちゃいそうですね。つながっちゃいそうっすね。あとはもうなんか3色が決まらなそうですよね。あ、そうですね。あと光が微妙な位置にあるんだよな。行ってみるか。はい、行きまーす、はい、ここから行きまーす、はい、参ります。はい、ダメだ、うんうんうん、4,3,5。 さあ、オロチ55万。おお、あれあれ、ゼウス、なんか私の知ってるブリじゃねえ。ないっすね。発想の暴圧。うわ、もうボコボコだ、ゼウスが。ブリ強い、ブリ強いっすね。キトキト
まさか魚に負けるとは思ってなかったでしょうね。やばいな。やばいですね。てかブリってこんなに、はい、強いですね。イメージと違わなくない？うん、あああらまあ圧勝。あらららららららドーン弱っ。おあれ今ダメージなんかブリ1万ぐらいしかダメージ出てなくなかった。7万じゃないですか。7万か7万か失礼失礼失礼。ブリ7万でオロチが31万ぐらい出てました。っていうか、はい、このパーティー強い。危なげない。神の雷食らって、はいはい、HP 全然なんか余裕ありましたよ、うんうん、余裕ですね本当に。あれ強いな。その昔ゼウスが初降臨した時、はい、うんうん、私30婚したんですけどね。はい、ところがどっこい数年経過してみたら、そうっすね、覚醒スキルとかいろんなね、うん、状況の変化によって、うん、ブリでゼウスを濃昏。あれやべえ。当時からしたら全然考えられないぞ。もう1試合ぐらいちょっとどっか行ってみますか、はい、このパーティーで。あ、このパーティーで行きましょう。もう1試合ぐらいちょっとどっか行ってみます。はい、あのまた後日動画上がると思いますので、うん、どうぞお楽しみに。あ、ちなみに、はい、2月13、14土日ですね、はい、ゲーム祭り開催されますけれども、うん、あのニコニコで、うん、どうぞご覧いただきたいのですが、はい、その中で私たち、パズドラのコーナー何をするかと言いますと、うん、あの新降臨やってくるんですよ。おお、なるほど。新降臨、はい、何だったっけな、リリース4周年記念イベントの中のヘパイストス、うん、ヘパイストス、ヘパイストス、そう、ヘパイストス、ヘパイストス、いや言い方ですよ言い方。こちらの、新降臨やってくるんですけれども、はい、こちらの降臨に初見で挑みます。お、土曜日から降臨しちゃうんで、はい、やろうと思えばやれるんですけれども、うん、一切見ずに、うん、もう初見でゲーム祭りの中で、はい、すげー挑みたいと思いますので、そちらぜひとも応援くださいませ。はい、はい、では本日は以上でございます。さよなら。ここで告知でございます。はい、2月13日土曜日19時から2月の14日日曜日22時まで27時間にわたりまして、アップバンクゲーム祭りボリューム2が開催されます。おー、来ました。我々が遊ぶタイトルはなんと15タイトル以上、概要欄にリンクございますので、どうぞご覧ください。ニコニコの公式放送となります。誰でもご覧いただけます。タイムスケジュールもどうぞ入ってますので見てください。はい、で前回のゲーム祭りで決まった宮下さんの罰ゲーム、う、出た、これ必見でございます皆さん。何でしたっけ、メイド、おお、あれね、ひどいことになってます。はい、そうですね。確かオープニング付近で流れるはずだったと思うので、罰ゲームの模様が、はい、どうぞ、2月13日土曜日の19時から、お付き合いをくださいませ。では概要欄にリンク入れておきます。はい、ニコ生でお会いいたしましょう。さよなら。